はい、それでは E の10の 01A ですね。これの説明をしたいと思いますけれども。はい、これですね。4次の正方行列を多重線形成対化性交代性で定義すると。まあ、定義すると書いてるんですけども、まあ、対化性交代性とかを忘れてですね、とりあえず多重線形成だけに注目して展開しなさいということですね。ですから、行列式としては、この、A11、B1 たす1列目ですけども、まあ、こういうふうになるわけですね。A31、B3 たす A41、E4 と。これが1列目ですね。1列目長いですよ。これで1列目 A1 ですね。ということですね。で、まあ、2列目 A2 があり、3列目 A3 があり、4列目 A4 がありと、こうなって、これらもそれぞれ、まあ、こういう形で、こういう形で、こう、一次結合で書けるわけですけども、こういうふうに書いたときにですね、要するにこれがまあ、言ってみれば、まあ、こういう多項式の展開みたいな感じで、こういう展開のイメージで、まあ、実際にはこう掛け算するんではなくて、単にこう、A11 と A22 とかこうあるんですね。で、ここ A の13とか A の13というかな、13ね。3、4とかですね。まあそういう4列目とかね。こうなって、ここからこう選んできたときには、A11、A11、E1 と A12 の E1、A の13の E1、A の34の E3 というふうな感じでですね、こういうふうな項が全部で4の4乗項、46、256出てくるんですね。で、この時にこれを、まあ、線形性でこのスカラバイソフト前に出してやると、A11、A12、A13、A34 の E1、E1、E1、E3 と、こうなりますと。ということで、この時にですね、次の括弧は項として現れるかということですね。つまり、各列から1個ずつこう選んでいくので、ここは全部ここに出てくるやつはですね、ここに出てくるやつはですね、全部、なんていうかな、A なんとか1しか出てこないね。ですから、で、ここに出てくるのは、まあ、A なんとか2ですね。ここ A なんとか3、A なんとか4しか出てこないんで、そこから1個ずつ選びますから、例えば、A の11、A の21みたいな、こう、ここの中から2つ選んで出てくるみたいな、これとこれの積みたいなものは、こう絶対出てこないんですね。これは出てこない。こういうのを含むような項は出てこないんですね。だからそういうのを含まないようにしなさいということですね。で、これ見ると、4列目、1列目、3列目、2列目というふうに、なってますから、これ出てくるわけですね。こういうのは出てくる。はい。ですから、出てくるときは、現れるときは1ですね。これ1と。で、これ4列目からは3、1列目から4、2列目から2、3列目から4ということで、これは4列目に1列目に3列、各列から1個ずつ取ってますから、これも現れます。で、これはどうかというと、これは1列目から取ってきて、2列目から取って、3列目から取って、これも2列目から取るんですね。これは、この2列目の、この2つ目の、この A2 の点の中の一次結合の中に出てくる2つですから、その2、これ2つが積になって出てくることはない。これを2つがかけられることはないので、これは0と。まあ、こういうふうな感じで、110とここに答えてもらえればいいと。そういうことですね。